サンデーモーニングの張本勲氏女子ボクシング蔑視発言に反省の一言だけ。唐橋さんが先に謝罪。視聴者は内容に疑問、全文。TBS 系の報道番組、サンデーモーニングのスポーツコーナーでコメンテーター務める張本勲氏さんが8月15日、女子ボクシングを蔑視するような発言で日本ボクシング連盟から抗議されていた問題を番組内で謝罪した。だが、その謝罪の対応に視聴者から疑問の声が上がっている。スポーツコーナー直前、唐橋アナが先に謝罪。謝罪があったのは番組開始から約1時間後の午前9時頃。番組司会者の関口博さんが8月8日の放送に関し謝罪があると伝えると、スポーツコーナーの進行を務めるフリーアナウンサーの唐橋由美さんが次のようにコメントした。先週の放送の張本勲氏さんのコメントの中に女性及びボクシング競技を蔑視したと受け取られかねない部分があり、日本ボクシング連盟より抗議文が寄せられました。不快に思われた関係者の皆様、そして視聴者の皆様、大変申し訳ございませんでした。張本勲氏さん、コメントで反省しつつも、このコメントを受けた関口さんは、番組の司会者として、私も会話の途中でも間違いを正せばよかったということを反省させられました、と語り、張本さんにどのように受け止めていらっしゃいますか、とコメントを求めた。張本さんは、今回は言い方を間違えて反省してます。以後、気をつけます、と述べるにとどまった。反省の弁はあったが、具体的な謝罪の言葉はなかった。関口さんは最後に、いろんな方にご迷惑をかけた。まずボクシング連盟、それから視聴者の方々にお詫びをしなければなりません。本当にこれからは気をつけてまいります、と結んだ。なぜ唐橋アナが先に謝罪？視聴者から疑問の声。番組を見ていた人からはツイッターで、張本さん、それだけですか？もっと真摯な謝罪の言葉を聞きたいです。発言の当事者がさすがにさらっとしすぎでは？なぜ唐橋アナが先に謝罪するの？おかしいのでは？と批判が寄せられていた。番組での謝罪内容が注目を集め、ツイッターではサンデーモーニングが日本のトレンドで1位となった。